次は随分古いお話。西暦628年といいますから、推古天皇36年の今日のこと。日の熊と浜成という漁師たちが、海に魚を取りに行った時に、魚がかからないで、小さな観音様が網にかかったんですね。こっちは魚が欲しいんだ。と、ポイと捨てれば、また網にかかる。捨てりゃかかる。捨てりゃかかるで、こうも神がかりじゃない。網にかかるのは、由緒ある観音様かもしれない。と持って帰りました。そして、恥の松氏という人が、自分の家をお堂に建て直して、この観音様をお祭りしたのが、今や隆盛を誇る浅草の観音様の始まりなんです。このお堂は駒形堂。この辺で観音様が拾われたと言われていますが、昔はこの辺も海だったんですね。この観音様、大変霊言新たかなんでしょうね。源頼朝や徳川家康などが相次いで寄進。仲見世なんてのもできて、おかげで浅草は大繁盛。正しくは金龍山浅草寺というんですが、まず東京見物にはなくてはならないコースになっていますね。